バイロンをしてるのですが次の監督候補に上がるジダンとスー・ル・シャールは類似タレントでしょうかやってるサッカーは結構選手に依拠する部分が多いんですけどそのジダンの方が選手への配慮力が高いかなって思いますねスー・ル・シャールが実はそんな優しくないというかマネジダンのはそういうのは聞かないからねただその相手に合わせてどうとか言うのは。 レアル・マドリードが勝った時のチャンピオンズリーグルのロッカールームをユベントスのスタシステムこうなってるからこうしようみたいなのも捉え方がちょっとずれてて。だけどやっぱりあそこでね、あの、マルセロとかカルバハルとかに、あの、頑張ってるけど、もうちょっと高い位置取るのを頑張ろうとか、そう、守備の時にイスコ頑張ってねみたいななんか戻りちちゃったなんかそういう言ってて。相手をリスペクトしながら支持するみたいな。で、時短に言われてるから頑張るみたいな。なんで、この起きてる現象としての フリーさは一緒だけど、ジダンの方が選手時代のキャラクターと、っていうかまあ人間としての魅力みたいなのをふんだんに活かせる。で、その人が配慮できてるっていう風な感じがしますね。ジダン自分のカリスマ有効に活用できてる。ああ、だ、それの話なんだけど、俺この間思ったのが、監督時代のカリスマ性みたいなの。それって、武器みたいに言われるけど、その有効時間ってめちゃくちゃ短いなって思いましたね。なんかそれがね、僕自身が感じたのが、 まあ、元々から思ってたんだけど、なんでかっていうと、僕がね、いくらその業界ですごいっていう人に会っても、違和感を何個か感じてくると、あ、その当時すごかっただけなんだとか、あ、その分野だけの人なんだみたいな。人間としてすごいわけじゃないなみたいな。ラッキーパンチ当たったなみたいに、結構感じやすいタイプなんですよ。まあ、そのおかげで肩書きで人見なくなって、付き合う人選べるようになったんだけど。なんで結構そういう経験してる人が多いと思うんですよ。で、 これに関しては実力はあるんだけど、やっぱり、その分野の話というか、やってることの違いの話で、僕あの、キムタクの YouTube 見たんですよ。僕、キムタクむちゃくちゃ好きなんですよ。ヒーローとかめっちゃ見てたし、なんならあの茶色いダウン探したし、みたいな。めちゃくちゃキムタク好きで、で、キムタクの YouTube が関連動画に出てきたのね。で、お、キムタクの YouTube だと思って。で、めっちゃおもろそうな企画やったら、それがキムタクの、 そっくりとかモノマネ芸人さん集めて、キムタク選手権みたい。いいじゃん。おもろいじゃん。ちょっとキムタクが降りてきてくれてる感じもあるし、それにどう反応するかっていう、キムタクの真似を、えー、キムタクの目の前でしてる現象見たいじゃん。いいなと思って見たの。で、堀さんとかいろんな人出てきておもろいんだけど、やっぱね、その、YouTube だからさ、結構剥き出しでやりとりとか見せるでしょ。その時に、やっぱり、うわ、返し弱いなとか、 色々あここもっと面白くできたよなとかいろいろ感じちゃうのよやっぱ今 YouTube がそれこそライセンス、ね、性がない状態みたいな感じのテレビだからおもろい人はその編集とか全然凝ってなくてもめっちゃ面白くするじゃんでそうじゃない人は編集とかいろいろ凝ったりとかするんだけど結局まあ面白けりゃいいっていう世界じゃんってなった時にやっぱりあのテレビだとなんとかできてた部分とかテレビの中でやった部分が結構 YouTube だとね野ざらしにされんだよね だからそれで、キムタクは悪いってわけじゃないんだよ。だけど、あ、やっぱちょっと分野が違うな、みたいな。だってキムタクドラマとか歌とかさ、スターとしてはすごいじゃん。でもそれってプレイヤーの話で、じゃあ YouTube ってなった時に全然違うから、テレビで売れてる人 YouTube で売れない、YouTube でいい人テレビで生えないって、両方あるじゃん。監督では今結果出してるけど、選手時代ダメだったって人いるし、選手として最高の輝き放ってたけど、監督でダメって人いるじゃん。その感じを俺キムタクのやつが感じて、言ったら俺、 自弾と出会う選手と一緒だと思うんですよ。あれ見てる状態って。うわキムタクがこっちのフィールド来てくれたみたいな。<laughs> で、最初はキラキラ見てたのに、あれあれあれってなって、30分ぐらいの動画だったと思うんだけど、多分僕、半分ぐらいで離脱してるんですよね。なんでその時に、あ、これ多分カリスマ監督が来て、最初めちゃくちゃ期待してたし、悪い人じゃないんだけど、 一番いい監督かっていうと違うなとか。で、キムタクの場合はある程度あれだけど、もっとひどい芸人さんとかさ、タレントさんって YouTube ぐっつぐっつの人いるじゃん。名前出すのも申し訳ないぐらい人。キムタクは別にね、俺に当たんなかっただけですごい人だしね。今後もチャンネルは伸びると思うんだけど。そういう人もいっぱいいるから、だらそれがルーニーとかランパードのパターンだなって思うんですよね。だって、例えばさ、YouTube であの、岡田をめちゃくちゃ好きなんだけど、 岡田大江の岡田さんがテレビ出た時にめちゃくちゃ窮屈そうにしてたのも見てるから。僕だってね、ここだとこんな躍動して喋れますけど、<laughs> それは窮屈というに見えてる現場いっぱいあるだろうしね、みんなから見て。そういうことだと思うんですよね。そういうカリスマ監督だからって、そのカリスマ性でっていうのは本当最初の一週間ぐらいじゃないかって思ってますね、長くても。 そっからは本当に人間で勝負しなきゃいけなくて。だからむしろ、時段のカリスマ性、選手時代の意向みたいなのを最初のアドバンテージとしてあるんだけど、それずっと言うのは時段に失礼だと思いますね。時段は監督として、ちゃんと人間としての配慮力でチームをまとめてたと思います。スタート地点が高いだけっていう話だね。だから、それで言うと何にも、 名前もなんもなくて実績もない人が現場来たら僕はキムタクの YouTube チャンネルを開いたわけじゃないですか。あの、ワンクリックがない状態だから。でも、地道にやってたら結果この人すごい人ってなってワンクリックがあるみたいな。な僕もだって最初はね、本当に素人だったのがそっから成り上がって本出してチーム作ってとかでみんなが見てくれるようになったみたいな。なそうするとみんなの今ここにいてくれるワンクリックがあるわけで。カリスマ時代の移行ってそんな関係ないし、選手時代の 能力というかそれ云々でライセンス取らせるか取らせないかがいかに本質からずれてるかっていう話にもなりますねやっぱ土台人間性なんですね確かにやばい人間性だとどんなに優秀でも孤立しますねそうなんでそれはねちょっとうんチーム作ってる身ですからね監督の身でいろいろ見てきましたよねシャビアロフが何を重要視してキャリアアップするかっすよねドイツの生活に馴染んでて国内でのキャリアアップするのか あとリバプルのですよまあ、バイルンでも期間になるんだけど、どっちをシャベアロンスは重要視するかで、あとお金だよね。どっちが出せるかっていう。そうバイルン行く方がレバークーゼンのファンの人にはブーイングされるけど、でもそういうキャリアいっぱいあるじゃん。だってトゥエルだってそうだしさ、ナーゲスマンだってそうだし。だからそこはね、うん、そこの気まずさだけでいかないってことは基本ないですね。だけどそこを考えられる監督は名称ですね。だってクロップがさ、もうプレミアではやらないみたいな。 エバプール以外考えられないって言ってるのと、あとエバートンのサポーターの人と話したときに、やっぱ、ね、エバートン、まあいい監督来てないじゃないですか、基本。だからエバートンのサポーターが、いや、うちの監督やってください、みたいな。まあ冗談半分本キャンみたいな感じで言ったときに、クロップが、ずっとにこやかに答えてるのに、それだけはないよっていう。あの、あそこだけ、ガチのところはガチっていう。あの線引きで銀きの、やっぱ、コースですよ、あれが。 そう、エバート、そうだね、いつかね、みたいに言っちゃうより、あそこをしっかり、ビシッって弾ける。そう、だからクロップって、ね、戦術うんぬんじゃないところでやっぱ名称なんですよね。対してね、エバートの監督になってるクーマンはね、真っ赤なツリー飾って、ね、クリスマスだから飾ったんだって言って、いやでもそれリバプールカラーだからさ、あそこでブルーのツリー飾れる人が名称になるんですよ。なんでそういうので言うとね、シャビアロンソがそこでね、映えるん選ばなかったら、より一層名称感増しますよね。 あとはね、一つ思うのが、こういう時に何で選ぶかっていうので、家族なんですよ。家族がその土地好きかっていう。よく言うジルーの奥さんはロンドンから出たくなかったみたいな。そう。でもミランならミラノだから行くみたいな。奥さんってめっちゃ重要で、ドイツの方が環境変わんないから、じゃあいいじゃんってなるじゃん。なんだけど、俺これ調べたのよ。シャビアノース奥さんと出会ってんの、リバプールの頃なんだよ。だから、そこに戻りたいあるんじゃないかっていう。 どうですかっていう <laughs> ね。ねあなたとの思い出の地に、どうでしょう <laughs> 来たー <laughs> そういうね、ロマンチックだよね、それで、ね。で、息子はリバプールファン。あじゃあ、リバプールだ。じゃあ、そうよ。息子がリバプールファンで、そりゃ。息子が嫌いなチームいけんの、ボヌッチぐらいだもん。うん。ボヌッチの息子さん確かトリの大ファンですもんね。 そう。だから奥さんとの出会いの場所で、息子さんもリバプール大好き。なんで、僕はリバプールの監督に、アロンソは、バエルンとリバプールの条件が相当差がなかったら、行くんじゃないかなって思いますね。あとはあれだよね。トゥエルでボロボロになった後のバエルンと、クロップで最高の時代過ごした後のリバプール、ハードル絶対リバプールの方が高いよ。キケセティエンあって、クーマーってからのチャビだから相当我慢できたじゃん。あれバルベルデの後だったらきついよ、チャビ。 だから僕、もう、クーマンの後で、失敗する監督なんていないから、もう誰でも良くはなるから成功ですって話したじゃん。そう、だから、クロップの後のシャビアノンソと、バエルンでトゥヘルがいろいろうまくいかなかった後のシャビアノンソだと、バエルンの方がね、大丈夫なんだよね。リバプールだと、相手がアルテタだ、ペップだ、ね、いろいろいるわけじゃないですか。ま、あ天ンアグ、ボチェッティも、まあ、別、みんないいっすよね。あそこで他も戦力あって、リバプールだけ予算高いわけじゃないでしょ。だから、バエルンの方が、 あの、正直、イージーモードだと思います。ああ、あとはもうこっちが、サポーター側がどっち見たいかって言ったらね、リバプールっすよね、正直。選手が言うこと聞きそうな面だったりは、そうね、言うこと聞きそうっていうのも、バイルの選手が超わがまま、リバプールの選手がコミットメント高い、みたいなことじゃなくて、こうやって組織なんですよ。結局、 現場の監督にちゃんとボス力を与えてあげられるかどうかで、バエルンはやっぱり選手が反乱というか不満分子になった時に、監督も悪いよねってなっちゃうんだよ。でも、もう、リバプールもシティもさ、いや、まず監督絶対だからっていう、そこはっていう、それをね、ぶらさないだけで全然違うんだよね。本当にどっち悪いかなんて出てくる情報によってさ、全然違うのよ。A と B 喧嘩しました、A の話聞いた後に B の話聞いたら、最初、 A が可哀想だなと思ったのか、B の話聞いた後、A も悪いなってあるじゃん。これ全部分かってんのって、現場全部見た上でじゃん。両方知っての後、上でじゃん。ってなると、じゃこれを、今度は、どっちが悪いかっていう裁判っていうよりも、崩壊させないのにはどうすればいいか。それは監督絶対にして、それに従う人は、ちゃんとそのチーム残る。そうじゃない人は、切るっていう、この組織構造を作れるかどうかなんですよ。で、これが映えるんだとちょっと緩いんだよね。 完璧に緩いわけじゃないけど、一番ひどいチームとは言わないけど、それがリバプールだと、うん、クロップのもとにちゃんとその旗のもとにやれてるし、クロップがマネジメント改革しているときにちゃんとそれを支持してあげてるっていう。それがクロップから、例えばアロンソだったり他の監督になって、なんか選手が造反とか、今の森安ジャパンみたいな風になったとするじゃないですか。その時に、シャビアロンソ悪いっていう流れになったら、あ、それはフロントが良かったんじゃなくて、クロップの力で、 フロントもよく見せてたというか、ちゃんとそこのマネジメントできてたんだなってなるだけなんだけど、実際にそんな風には見えないから、普通に一枚岩でやって、選手が結果として言うこと聞いて見えるのは、リバプールかなって思いますけどね。